逆に激アツやリズムパンパンパンってなる。いやー、かっ見て、俺も俺もこれをどういうさ。お目にかかるためはね、というわけでございまして、今日のゲストはもう13期生、そして同級生、そして誕生日も近いというこちらの方、野生バンタン、ロシです。どうもよろしくお願いします。ロシです。おはようございます。いや、初登場ロシでございます。いや、よろしくお願いします。はい、もう本当にいろいろ共通点があるんです、ロシとは。まあ、同期ね。同期、はい、NHC の13期生。定2やったけど、ごめんね。手が2だったという。13期生13はこうですから。13期生、はい。でもロシア今こうしました。こうなってたからね、危なかった。そして誕生日が近い。はい、ロシーの誕生日が4月6日でございます。私が4月7日でございます。そうなんですよ。1日違いです。同級生、さらに、特技まで一緒という。おこんな2人で後で特技を披露します。なんと、はい、お互いに披露し合いますというふうになります。こんなことあるんですね、特技のコラボ。はい、僕とロシーはね、ずいぶん前からこの特技をどこで披露できるんだって、ね、ずっとやな。場所がなかった。なかったな。やっと純チャンネルで披露できる場所獲得できました、はい、今回はもう思う存分披露して。今日楽しみですよ、うん。まあ、野生爆弾とは本当腐れん。26年になりました、うん。もう NSC を通ってる時からずーっと一緒。そうやな。辛いね、今45だよね。18、19から45まで一緒に仕事してたらあかんよ。ほんまに。変よ。普通のもうおっさん。おっさんが。ほんまに独身時代からもよ、うん、結婚してからもずっとまだ未だに一緒なんだけど、うん、野生爆弾の次長課長だけは NSC に入った既存のコンビから、僕らは社長が一回抜けまして次長課長になったけども、うん、野生爆弾なんかで言ったら幼稚園、うん、幼稚園からけど、まあそれも次長課長と一緒やで。だから NSC に入った時までは、うちは実はうちもトリオやったね。あ、そうそうそう、そう、ここもトリオやった。そう、ヤバくもそうや、次課長もトリオや。そうや、そうや、すごいやん。またまたこっちに行って、こっちどうやら3でけへんよ、俺。俺どうやらめっちゃこうなってきたわ。ロシーがこっちは3ができなくなってるわ、いつの間に。ちょっと待って、めっちゃ怖いわ。こいつの待って、怖い。必ず3のことをこう2となってまうの、何やろこれ。なんでこれ3できへんのよ、めっちゃこうなってきた。そうや、ロシー、うん、やばく3人や。そうそう、NSC 入った時は、そう、荒木、荒木君って残った。そう、俺今思い出した、荒木、うん、3人目おったの。でもうすぐ就職したしてたから、そっち頑張るわって言ってもうやめた。最初3人のネタあったん？いや、ないよないよ。発声とか、うん、ああいうまだネタの前の授業には一応顔出したんや。ジャブジャブとかやった。荒木おった？最初おった。1日1週間ぐらいおったから。俺ら知らんもんね、その荒木。だからうち A 組やって BC 組やん。そうそうそう、うん。だから最初に合流するまで俺分からへんから。そうそう、ほんまに一緒や、うん。ほんなまあ2人で残ったからやろうかっていうことで、そっからやっとネタするようになった。その時までは3人用のネタも一切考えてない。とりあえず NSC に通ったから。けど最初のこと言ったら、うちだから、俺の方のコンビとクッキーの方のコンビがあった。ロッシーコンビ、クッキーコンビで高校卒業した時に NSC に行ったけど、そう、ほんで俺の方の方が先に片一方落ちたんや。だからもう3人で行くしかなかったんや。でも高校は4人一緒の高校なの。これがまた俺の落ちた子だけ別の高校で、あとここ一緒やの。うわ、なんでこの指でやったか分からんけど、こっちでやってもよかったけどなんでこの難しい方の指でこうやったんか。でこれがやめたんよ。ほんでこの3人が入ったんや。ほんならこの3人はもともと高校ももう一緒や、うん、一緒一緒、うん、あのバンドやってたりとか。そうそうそう、一緒にバンドやってたメンバー。荒木君もバンドバンドやってたメンバー。あ、ほんでさらに荒木くん辞めての、結局コンビ片割れ同士が組んだ、まあ、そうそうそう、残され組が組んだ、うん、あ、それで野生爆弾やったんや、うんうん、幼稚園からやもんね。でもそうそう、あの言うたら、あの何、根が深い方っていうか、あの何て言うの、馴染み深い方が残った。結局残ったよ、うん、はあ、うん、そっからの縁って言ったらクッキーとは。じゃあもうかれこれ40年ぐらいちゃうか。だって幼少中親でもさ、18までしか面倒見えへんやろ。けど子供の幼少期なんか記憶ないやんか。ない、うん、ほぼほぼ。俺は記憶ある時ぐらいがずっと一緒やから。ほんでさらに言ったら親よりもう2倍ぐらい長い。そう、卒業してからずっと一緒やから。26年一緒の前から18年、うん、ね、ほぼ10年。そうやろ、親よりか長い。気持ち、それは
気持ち悪いよ、やっぱもうな。気持ち悪いよな、うん、もうおじさんたち。今、うん、クッキーと連絡取ることある？もうない、もう。やっぱないんや。自家事もないやろ。いや、俺、まあ、よう聞かれる、うん、あの質問がね、視聴者の人に、相方さん何してるんですかとか、よう聞かれへん。一人で言ってて、ファンの子が、クッキーさん今何してるんですかとか、はっきり言うけど、ほんまに知らんの。そう。何をどうしてるんですか。そう、知らん。同じ休みは一緒なんよ。コンビ一緒の家休みなんだけど、そうだってけど、相方今何しとんねん、ロッシークッキー何してんねんって、いや、あのロッシー家族通るやんかってこと、クッキーも家族通るよって絶対おるよそんなことまで俺知らんよ。なんでロッシーの家族にクッキーがおることなの。そうやね、そんなわけないやん。うん、妹もそうや、そうや、ね、家族おるやん、そこにサトシがいるわけない。なんで俺のとこ来るんやなわけないじゃんと思うんだけど、意外とコンビはずっと一緒っていうイメージがあるから、みんな表あるですね。俺もう一個言うと、うん、とはっきり言って井上の携帯番号知らないから。ああ俺ば電話したことないわけど、俺もそうやわ、あの直接あの時聞いた電話番号まだ生きてるかどうかや。電話してみてかかったらあのまま番号変わってへんのかなとか思うけど、下手したら番号勝手に変えられてる可能性もある。うん、だって毎回会うんだから、うん、電話する必要はないない。うん、もうなんか本当に電話するときって、うん、マジで何かあったとき、そう、この年になってきたら、あの同級生がそうのお母さんお父さんが亡くなりはりましたとか、お前行くんか、共通の人がな、そうそう、何かで亡くなりはったとか、そうそう、あと結婚式とか、結婚式でとか、うん、それは分かんねん。うん、それ以外の仕事の話ってマネージャー通して2人に来るから、うん、何にも連絡し合うことがないので、うん、これはね、よう来る質問、はい、だから野生爆弾って白課長が、はい、ほとんど相方とも連絡取らない、だけど仲が悪いわけじゃない、はい、わけはない、そうじゃないと仲が悪かったら40年一緒にあのネタ知ってます。野生爆弾今やってるネタもあの2丁目の時のネタやし、多分ちょっと似てるとこあんねん。こっちはまだちょっとやりたい組やろ、サトシはやりたくない組やろ、やりたくない組、クッキーとサトシって似てる、やりたくない組やから、ネタ合わせとかそうそうそう、したくない、ほんでアドリブとか楽しみたいから、そう、舞台上で楽しんでくれっていう人、そうそう、だからこれとこれしか言わんしっていう人や。そんなどうやって覚えるんだね。だからもう事故に遭ってる時言ったら違うことしてはるからさ、だから俺だから戸惑ってるやん、だからいつもそうやろ、あの戸惑いはガチやいつもなんか戸惑ってるよ、だからクッキーの世界に巻き込まれてるだけで俺はもう、そうそう、クッキーワールドに竜巻のようにグルグルグルってロッシーがいつも慌てるっていう様をクッキーが楽しんでるんだから、電話してきてくれっていうか、電話するから全然電話出えへんかったりとかするから、本当はネタ合わせというか、まあ、ネタ帳には電話出るよ、電話出るという設定、うん、そうそうそう、電と次始まらへん、始まらへんから俺はもう一生懸命かける、で一人でだから番号間違えたかなとかふわふわ言いながら、本番中本番中もう一回かけ直しやな、向こうは袖でずっと笑ってんねん、そうやろ、俺純とか喋ってるよ、俺前ネタそうやろ、ロッシーが一生懸命やってるから俺一人のネタなのかなと思ったら、うん、クッキーが電話出るまで、うん、ロッシーは次に行けないのよ、ネタの順番で、ほんまそう、なのにずっと袖の俺にずっと喋りかけてる、そうやろ、ほんで俺はいよいよ、うん、ネタこれどうなんだお前で、俺が電話してるねそれも言ってるから、そう、あ、よく出たねよ、それもマイク通ってるから通ってんねん、客席に聞こえてんねすまん、なんか聞こえましたけどとか言うしかないやん、あれ電話繋がってんけどなんか聞こえてきたら、すみませんすみませんってだから上向いて言うたりとかするやん、たまによあんなんよ、よ怒らへんな、いやいよ怒らへん、いよいよやめてってちゃんとやってって言わへん、いやいや一応言うよけど、うんって言うから、あ、そういう時はうんって言ってもう一回やるから、もういよいよやんだからそれはジュンもそうや、逆にサトシが逆にこう言ってるけどなかなかいかへんから、サトシもハフハフ笑いながらずっと聞いてるやん、あるある、うん、何メートルですか、どこですか、何軒先ですかとか、あるある、うん、それは俺が楽しみだからやんけど、そうやん、そうやな、あいつせんからなってサトシは言うやん、あ、そうやな、うん、そういう時はクッキー入ってる時ある、降臨してる時みんな、そうやな、うん、ここは不思議な2組なんよね、うん、ここなんかまたも他の人が誰か入ってきて、うん、このネタやれって言われて絶対できないよね、できない、うんうん、俺ももちろんあのヤバクの中に入ってクッキーの役やってくれって全く分からへんし、うん、違うもんないよな、うん、だからロッシーの動きもできへんねんけど、ただ他の人はもっと入れない、絶対に無理、他の漫才師の人が野生爆弾のネタをやってくれって言ったら絶対無理、いやいや怒られるよな、それはもう無理、うん、このままもうすごいヤバクワールドっていうのがこう満載で起きてんだけど、
幼稚園からずっと一緒で、うん、40年間も一緒にいて、うん、クッキーに飽きたことない、うん、クッキーともうこれちょっとネタできへんわとかっていう風な感じになったことない、お互いがこう鼻ちょっと離れるというか、なんかちょっと贅沢を覚える時ってあるやん、例えばそのなんか向こう多分そのいろんな人にほら例えばジュニアさんみたいなのにガチンって突っ込まれてとか、フジモンとかにバーン突っ込まれてドカーンと受けたりとかすると、はいはい、そっちを求めたくなる時があるみたいな。はあ、その贅沢。そうそう、だから今いろんなユニットやって楽しんでると思う。だからはあ、うん、ロッシーの突っ込みがまあそうそう、まあうちはもう、うん、けどまあうち突っ込みとかいう形なかったからさ、ないな、うん、そもそもだからだらだらその平坦な時間を楽しむだけの、はい、でそれをパチンって突っ込まれた時にそうそうダーンと受けたりとか。それが気持ちよくなった。そう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 、まあ、その形のコントもちょっとずつ楽しみながらみたいな。かといってもっとあのマニアックなことを追求したいから福島とやったりとか、なんか、うん、自分でそれをバランス取ってんのかな、楽しんでると思う。ロッシーは逆にどうなの、ロッシーはこの野生爆弾のコントは、うん、まあもちろん飽きてないと思うけど、うん、ちょっと小旅行出かけようかなみたいなことはないの。いやあるよあるよ、いやあの俺はあのできることが少ないからさ、クッキーみたいに器用にできへんから、うんうん、ここにあのガリトッチョ福島じゃなしにガリトッチョの熊谷を入れて滑舌悪いやつが増やすみたいな、あだからそこにシベリア文太さん入ってそこが増えるみたいな、滑舌系の人、ね、そう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 、滑舌の悪い人リオさんが入るとか、はあはあはあ、そういうなんか変な楽しみ方は覚えたけど、あそれでユニット組んでまたやってんもんね、イベントで、そう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 、で一問でね、そうそうそう、はあはあ、そういうとこで息抜きして、そうそうそう、でヤバくでまた戻って、まあまあ通常運転、ああなのかな。これねイメージもしかしたらもう営業妨害言われるかもしれないけど、野生爆弾ってとんでもない、まあまあ野生で爆弾言うてるかあかんで、ああほんま昔は原子爆弾っていう名前やったんやすぐ先生にもうとにかく まず名前変えてくれって言われて、うん、で野生爆弾になったんやけど、うんうん、この二人が女性に優しいんだわ、人に優しいの、ロッシーの人の優しさっていうのがいろんなところに垣間見えてるの。いやいや悪い、ジュニアさんが監督やった映画でもそうなんだけど、いやいや悪い悪い、優しい男やからいや悪いずっと引っかかるのよ、いや悪いぞ、そんなことばっか言うねんけど、いや悪い、もほんまタンポポとかムシーって全然ですね、そのムシーってやったところにまたタンポポ植えてるから、いやいやちゃんと、いやいやもうあんなもんすんごい優しいから、だからそんな2人だからもう本当に人脈があってすごいし、うん、まあ俺はもう、もう19歳からもうナンパをするのもロッシーと、ケインちゃんっていう 男の子、もう一人同期の子がいて、うん、いつもこれでもう僕勝也って言うんで、うん、でケインイチ、河本の 3K です 3K っていうので本当にもう僕が直角を言ってこっち社格好、社格好、部格好、なんでやねんなんでやねんって言ったら何も分からんけど、女の子引っかかってたんや全然思んない当時だからほんまあの声かけるときに、だからやっぱなんかな その普通にちょっとあのお茶飲みに行けませんかっていうのもあれやから、大阪やったらもう知らない、うん、なんかおもろいことやってやって言われるから、スルーされるんで、私ら笑かしたらまあ一杯ぐらいビール飲むよみたいなこと言うから、うん、それがあったんで、もうこれはケインちゃんが考えてくれたやつやるぞ、これは直角行、これ三角行、ケインちゃんが部格好、いや行こう言って、もうそうそう、あればっかりやってたな、なんであんなに受けたやろな、あの時受けたな、ほんまにこんなばっかりしてた2人がもう今45になって子供も2人おって、そうん、でもうパパやって、そうでまだやってるっていう、まだやってるな、想像できんかったんよ、45歳の時の自分が45、どんな感じのことをやってんのかなと思ったら全く変わってない2人、一緒やな、ほんまに変わってない、うん、一緒やわ、いや順も変わってない全然、髪型すら変わってないまたやな、色が変わってるぐらい、まあまあな、うん、もっと茶髪っぽかった、うん、俺ももっと金髪だったけど順も変わってない、うん、そんな二人が、うん、なんとあの共通 の, あの特技があります、あらちゃんと特技の披露をちょっとこうお見せしたいんですけど、うん、ロッシーと、順チャンネルの順ちゃんを見て、うん、何の特技だったと思いますかっていうねコメントの人も多分ね結構予想してくれてるかもしれない、ね、はい、意外なものなんです実は、はい、いきましょう、はい、せーのじゃん、こちらです、これは何でしょうか、荒れるよ、これ何でしょうか、コメント荒れるよ、全く分からへん、はい、これただの木が2つ出てきましたね、はい、はい、これロシ何ですか、これは花笛です、花笛、ノーズフルートです、ノーズフルート、はい、楽器なんですね、これね、どういう仕組みかと言いますと、全く一緒やな、ブラウンよな、どういう仕組みですか、これだから、これを鼻に
当てて、ここに鼻、ここ鼻息を、ふんをここにふんってやると、このなちょっと隙間空いてるんです。これちょっと隙間あって、隙間から風がこう入ってこう出てくるんです。こう入ってこう出てくるやつを口の中に風を入れ込んで、ここの中でハフハフさせると音が鳴るという。ああ、で音メロディーはどうやってつけていくの？ふんってやりながら自分の中で例えばあのメロディーを歌うんです。鼻歌を口の中で音階ハフハフしながら口の動きで音階を作る。作ると音が鳴るという仕組み。今日はせっかくなんで。はい。あのロッシーの演奏で私が歌って、私の演奏でロッシーが歌うという。オッケー。しかも19歳からずっと一緒だったというこの26年間を、うん、もういわゆる思い出をこう辿りながら、ああいいね。走馬灯のように、うん、それをなんかこうファーンファーンとうまい感じにしていただければ、うん、ということで2曲選びましたけど。お、1曲目じゃあ私の方から。オッケーオッケー。私が歌っていいですか？いいですよ。私の方はこちらでございます。はい、H2O の思い出がいっぱい。いいですね。これもやっぱりこう、なんていうんですか、19歳の頃から追っていくと、こう、いろいろなことがあって、うん、デビューしました、うん。野生爆弾だけが衝動コントを100本作ってこいと言われてるのに通って、ボキャブラ天国に行かれました。その時に私は辞めようと思いました。もう東京に行ってしまうのでやばくと思いました。っていうところもいっぱいあるんです。いろんなことがいっぱいある。今度は次長課長が東京に先に行く、そう、先に行くんですよ。でみんなヤバクとか中東とかブラマヨがみんな売れ間違いました、うん、でもその後に M1 取りました。でも野生爆弾まだ賞取れなかったです、うん、遅咲きでって言われたけど今書いたし野生爆弾もうまだこっちに来てますっていう26年うまいね。その間に結婚があり出産がありっていっぱいあるんですよ。けどずっとこの間純がずっとヤバク東京に来い、ヤバク東京に来い、ずっと一番言ったかもしれない。一番チャンス一番くれたんじゅん。毎年年に1回ぐらいほんまあのいろんなそれこそさんまさんの前でやったりとか、それこそジャニーズのアイドルの番組の中とかフジテレビの番組とかもう全部全部呼んでくれるんですけども、ことごとくやったあかんでっていう方をやってなんであれやったんや、なんであれやったんや、もう次やんなよと同期でずっと言われて、おごめんじゅん次またやるからまた呼んでや頼んでやったあかんでふーちゃんあかんでって言ってんのにやって25年かかったわ。いやそれでもやっぱり変えなくてよかったよね野生爆弾変わらずにここまで来て売れたんだから、だからよかった。それなんとでもやっぱこれは思い出がいっぱいでいいんじゃないでしょうかって、うん、曲もういいんですね、頭入ってるんですね、思い出がいっぱいのメロディーが、うん、そうだね、古いアルバムの中に、じゃあやってみよう。あ、それではいきます。はい、演奏、白の勝也、はい、歌い手、河本潤一、思い出がいっぱい、ワン、ツー、スリー、フォー、アルバムの中に行けたな。いいどうですか。いき切れるけどね、やっぱもっとグーっていかなあかんわ。やっぱりこれね、ノーズフルートってこの良さあるのよ。そう。あの上手いとか下手じゃないんだよ。ほんま。気持ちなんだよ。このなんていうのかな、電池いらず。そう。うん、楽譜いらない。楽譜いらず。曲知ってれば誰でも弾ける。そう。これがいい。OK。さあ、アンサーソングと言いますか。今度は思い出がいっぱいの後は、今度は羽ばたいていった姿、25年かかりましたが、翼をくださいというやつで、今度はロッシーがこれを歌って、これ名曲やな、こんな斬新な動画ありますか鼻笛でこう、この YouTube、こんなにやってても、多分この動画、これしかない、1本、これ1本しかないから、いきましょう。はい、今私の願い事が叶うなら
傘が欲しい、この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたい。か、お、なんかちょっとびっくりするぐらい斬新動画や。世界でも見たことない。ほんま、ほんとにないけど、こんな木で作った笛で45のおっさんが19歳の頃から思い出して流すこの動画、逆にも激アツやと思う。マジで、みんなこの世代の人たちを泣いてると思う。きた、いや多分まっすぐな感じ出てるから。あ、そう、いやむちゃくちゃ伝わったと思う。伝わってなくても、うん、もうこの動画としても思い出の作品になる。これはガチで良かった。俺ちょっと笛を吹きながら、危ないからこんなリズムしたけど、あかん、泣きそうやと思ったからこれを急遽こんなこと言ってた。危なかった、俺本当に。あ、ほんま、目頭が熱くなる。まあまあ楽しめた。これ100人ぐらいでやらへん。これ本当にちょっとずつでいいけど増やさへんか。なあ、ほんである程度の人数集まったら、ちょっとホール借りてなあやれ。これだけで大合唱できんじゃん。これパートちゃんと決めてやったらむちゃくちゃいい音色になる。なんかすごそうやなこれ。でちなみにやけど木のやつは1000円、プラスチックのやつは500円で売ってる。これ楽器屋で売ってんのよ。そう、ノーズフルートっていうのはちゃんと楽器で売ってる。アマゾンでも買えます。アマゾンで買えんじゃん、すぐ。アマゾンで買えます、で、2時間我慢して練習して、音が急に、で、急に出る。で、それ探して、鼻の場所があるんで、あれ、あれ、あ、出たってなる。本当になる。え、俺らも最初これからや。ほんなら、あと口の音階だけなんで。そうそう、自分が今知ってる歌だったら何言われても、なんかロシア言ってください。なんでじゃあ、大きなノッポのフルート OK。こうやってできるんで、ちょっと一回買ってみてください。うん、で試してみてください。やりたい。楽譜がいらないんで、なできたら面白いんですよ。みんなでやろうや、これ。なあ、そんなで外でやったらまた気持ちいいで。綺麗な景色のところで花火持っててやりませんか。気持ちいいで。ちょっとぜひやってみたいんで、今日は素敵な景色でございます。あら、ロシーさんありがとうございました。ありがとうございました。いえ、ではありがとうね。あ、ロシーのチャンネル。あ、そう。あのロッシの卵も、はい、あ、ロッシチャンネルまた、はい、あ、出てよ、読んでよ、で、コラボ、コラボしよう、これでコラボできる。私のチャンネルのところの概要欄にですね、はい、ロッシの卵、YouTube のところ概要欄に載せておきます。てください。ぜひあのロッシの卵のもご覧になってください、てください、はい、グッドボタンも押してねってやつ。45歳ですからね、やってね。ありがとうございます。お待ちくださいね、皆さん。ロッシでございます、はい、おめえらが見ねえわけが、はい、に危ない。歯磨きやな、歯磨き込みしてもらっていいですか。やるの忘れてました。そうやろ、なんかやってるで。見てんねん。見てんの、火事のとこでやって、そんなんとかやってるしやん、それやりましょうよ。おまか、おい、おまか、それだよ火事かって火事にめっちゃ言うて、純らしくないけど、まあうわ、純真剣マジやってこれと思って、やってるしやん、慎吾のとこ行ってさ。そう、見てくれて、それをロッシーでやるの忘れてました。や、持ってきたんやから。お願いします、ロッシー。どれから、歯磨き粉、歯磨き粉よ。だからどう、ほんまのやつこれだから、これでちゃう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 、これ家のやつ。じゃあ家のやつ一緒やねん。うせや、これです。あれ、これもまた違うな、初めてや。これ、これこれちっちゃいバージョンや、大きいバージョンがあって、なんていうんだっけな、これフレッシュ、フレッシュミントか、なんか俺これこれ歯医者さんに置いてるやつ。そうや、あの白い歯になるやつや。黄みがかった歯が綺麗になる。ロッシーが、まあ今やめたけど、タバコめちゃめちゃ吸うてたから、吸ってた時に、もうずっと愛用してて、そうそうそう、これがもう白い歯がなるんや。そうそうそう、で、偶然にもうちの嫁が、嫁実家、歯医者さんだよ。で、歯医者さんやから、歯医者さんもおすすめして、だからあんたこれにしって言って、もうこれなん、家。あ、これはいい、これすごいおすすめです。そうなんや。だからそのカレーとかああいう黄ばみとか、あれは取れるんだ、出すねって言ったわ。なんか茶渋とか、そう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 、カレーとかタバコ以外の黄ばみでも、歯医者さん推奨だから、研磨も全然多分ついてるけど、そんなに歯が削れるようなことはしないと思う。そうそう、歯医者さんおすすめするんだから、これマジのやつ。そのだから俺の嫁もだから
俺歯悪くて滑舌悪いから、うん、歯医者からしたら考えられへんねんで、あの人もうま歯並び悪いわとか滑舌悪いわとか、そっちに、そう最初そっちで気になって、あの人気になるわ気になるわで出会ったロシアっていうことで、出会ったそっからそっからなれそう、向こうはえあの子歯ちゃんと直したねえのにって今嫁はんなってんの、そうすごいな、そんなこともあった。え柔軟剤も見せてもらって、そうやね、もうびっくりした、その柔軟剤は前なかったよなと思って、いや柔軟剤もねちょっと最近気になってるんだよ、あのみんなちょうど詰め替えやから詰め替え終わったやつ持ってきたよほらこれや、嫁が何でそんなんいんのって言ってたの、河本が持ってきて言うからレノアなんや、レノアなんやって、なん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 レノア、統計的にはどうなってんの世の中は、な純の統計的にソフラン多いかな、ソフランが多い、ソフランとか、あとまたダウニー、あーダウニーな、これなでもな、これ分かれんのが、うん、俺ちょっとまだそんなに人数取ってないけど分かれんのが、うん、ダウニー系ってな独身の人多い、あー匂い、ほんで奥さんが、うん、分かると思うんだけど、そこまでダウニーまできついやつだったら、うん、ちょっと嫌がるね、うん、だから自然なお花の方やったらうちも全く一緒、あそうこんな感じ、家族で子供がいたりとかするとダウニーの匂いじゃないもん、うん、あれ一人だからあれ、そうそうダウニー入れて大丈夫や、そうそう、で当時その時僕も独身の時ダウニーやった、それはあのタバコもそうし、そう臭いんよ、部屋中が臭いから、だからダウニーにして消しようね、そうそうダウニーぐらいグッとあった方が、で家族いるとそうにはいかんのよ、うん、ね、そうちょっと匂いが勝つから、だからほのかなのお花の匂いでいいの、香りやなこれ、ま、絶対そう、うん、俺傾向見えてきた、うん、あママが好きやん、そうそうこれはパパは文句言わない、文句言わない、別にまあちょっとちょっとまあ、リンカ社長、はい、これマジ間違いない、はい、めっちゃいい香りするやつ、匂いでいいよ、だから全然もうあげるよそれ、ほんまに、いやちょっと残ってる、いやいやちょっと残ってるじゃないけど、もうそれもういらんよ、入れ替え、何をしてんのか、いややめてくれ、勝手に想像すなや、うん、あかんで、あかんで、喜ばはると思うで、多分抱きしめられたら、マジで牛したのか、やめて、牛しねんといて、いやいや民謡道具だろ、改めて、あ、嫁こんなんええ匂いったかな、うわ、これ燃えるな、ロシー、今日の夜、あたまらんな、3人目できたのか、あの、ジュンチャンネルベイビーやと思ってください、いいね、ジュンチャンネルベイビーだって、はあ、やばい、なあ、ええ匂いするな、これタオルの匂いって感じ、ああ、お風呂上がった時のタオルの匂い、この匂いやわ、子供がな、遊んで帰ってきて、うん、まあ、汗だくやね、汗だくや、うん、ほんなら大変よ、うん、母ちゃんの、うん、俺特にラグビー部、うわ、ラグビー入った、うわ、中1から、うわ、17歳やろ、うわ、まあ、山ほどあんねん、1回の量が、うわ1週間分ちゃうんか、いくら量で、もうたまらん言うてた、やっぱもう、うわふっさってなんか、まあ、営業よ、まあまあ、部活のな、男の営業やねんけど、そうそう、こういうのでやっぱケアしてくれてありがたいね、いいコーナー作ったんだ、それな、うん、これでやっぱな、みんなの匂い気になんねんて、うん、あのテレビから全く匂いだけは出てけへん、そうやな、想像つかんわな、そう、だからみんな想像してるけど、コメントが歯磨き粉の時異常なほどみんなコメントしてる、あんの、うん、それわかるって、わかるっていう人、うん、私これっていう人、うん、もうこれも使ってみてくださいっていう人、うん、むっちゃ出てきて、あ、ほんだらやろって、喋りのプロはどういうあのケアをしてんの か、で、マウスウォッシュとかももしかしたらあるし、下のやつとか、あの糸ようじの人が、いるな、いるじゃん、俺もいるな、俺も持ってんねんけど、なんかそういうのあるから気になるから、うん、あ、これ面白い、いいですね、ぜひ、ぜひというわけでもないか、まあ、ぜひ、いや、まあ、ぜひって、なんかロッシーが、ね、別にぜひというわけでもないんだけど、まあまあレノアの人でもなんでもないですからね、そう、まあ、俺もその、前に、まあ、ちょっと置いた何でバレたかって、1個はラメ、うん、嫁がつけへんのに、ああ、ここにほっぺたに玄関開けたらラメ光ったんや、その時やっぱラメって大体ほんまにラメラメってなったんや、裏付け金家族みたいラメってなったんやけど、2回目は、うん、2回目って何回したんや、2回目は匂い、あの洗った洗濯の匂いが違う、違うんや、一発やそれは、すごいな、すごいですね、それはもう出張でみたいな感じで、出張先でお前が自分で洗濯すんねんなって言われて、せんな、えってなって、俺もうその時もバッシャバシャ泳いでるわけやん、目が、うんうん、ってなるな、え、洗い物なんかして、え、洗濯なんかしてないよってなってる行動はもうおかしいから分かってんだけど、匂いちゃうで自分って、あ、そう、服の、
うちの柔軟剤これやねん、うん、次遊びに行くとき柔軟剤はこれにしてくれって言うたら、うん、ドヤーって言われて怖っすいません、お母ちゃん、お母ちゃん、ごめんなさい。お母ちゃん、すいません。すいません、むちゃくちゃ心臓止まりますから、ね、ゆっくりな飛んで、最後だけ、ドラーンって言われた。あ、怖っ。ビヨーン魚やったら、絶対に監視状態。あの、パチッってやってた。うん、川崎ならもう、もう無理。あ、上手にしゃ絶対気づかんから奥さんが万が一があっても 100% 気づかない、うん、マジでやばいよなそれ。女性は絶対やらへんそんなミス。パンツ裏返し返ってきたりとかせえへん絶対さ、なんかしてへんけどさ経験やん。いやいや、あるやんそれ。男だけやそんなこと、うん、なあんな、なんで裏返しなんで裏返しで履いて帰ってくんねんって。わかるね、裏返しになってんなってんねんってことで、それをそのまま履いてくんねんなんでそんなことなるかねみたいな。くらがえん。なんでネタの仕事で行って脱ぐことがなんねん。あんた。わからん。もうわからん。わからん。わからん。楽屋でさ、とか。楽屋でさ、とか。いろんなことみんな言うよな。悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたい。お。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターでいろいろな情報を通知しています。次の動画もおめえらが見ねえわけがねえ。だからもう事故に遭ってるだけ言ったらちゃうことしてはるからさ。